寂しさとは、それまであったものがなくなったり、あってほしいと思うものがないときに、心細く感じる気持ちです。寂しさとは、何かが欠けているという感覚です。私たちは、生きているだけで寂しさを感じるのは当然のことです。なぜなら、私たちは未来に進むことはできても、過去に戻ることはできないからです。今の自分は、1分前の自分とは違います。1分前の自分は、もう二度と取り戻すことができない自分です。私たちは1分生きれば、1分前の自分を失うという体験を繰り返します。生きているというのは、失い続けることの連続なので、常に欠如感や不足感を感じることになります。私たちは、生きているだけで、なんか心細いなぁ、なんか満たされないなぁ、とマイルドな寂しさを感じ続けます。寂しさには、いろいろな種類があります。例えば、私たちは毎日、微弱な寂しさを感じ続けています。また、大切だと思っている人を失うと、ものすごく寂しくなります。私たちは、家族や恋人などといった、自分にとって重要な人のことをよく考えます。心の大部分を自分にとって大切な人が占めているということです。そのような重要人物を失うと、心にぽっかりと大きな穴が開いたような感じになります。自分にとって大切な人ほど存在感が大きいので、その人を失った時の不足感や欠如感は大きくなる。つまり、ものすごく寂しくなるということです。また、この世の中には、私を理解してくれる人はいないと考えることでも寂しさを感じます。自分を理解してくれる人がいないと考えて寂しいというのは、あってほしいものがなくて心細く感じる気持ちです。あるべきものがないという欠如感が寂しさとして感じられます。また、自分はダメだ、と否定することで寂しさを感じることもあります。自己否定をすることで自分とつながることができなくなり、自分を一人ぼっちにさせてしまいます。自分だけは自分を受け入れてくれる、自分だけは自分を抱きしめてくれる、自分だけは自分の味方であり続けてくれるという安心感が不足することで寂しさを感じるようになります。また宇宙の果てを想像することで寂しさを感じることもあります。想像力を働かせて、宇宙の広さを感じれば感じるほど、自分という存在が小さなものとなり、自分を見つけるのが難しくなります。宇宙の果てから自分を探そうと思っても、あまりにも小さすぎて見つけることができません。宇宙の果てとは、今ここにいる自分から一番遠い場所です。そんなところを想像したら、自分とのつながりを感じられなくなり、ものすごく怖くなってしまうのも当然のことです。私たちは、一人で自分と向き合う時間を持つと寂しさを感じます。一人になって自分に意識を向けると、また一分前の自分を失っているというマイルドな寂しさを感じます。そのような寂しさは感じるしかありません。私たちは生きている限り、そのような寂しさから逃れることはできません。しかし、だからといって、常にマイルドな寂しさを感じている必要はありません。一人になって、ある程度寂しさを感じたら、よし、違うことをしようと心を切り替えることができます。自分の好きなことをしよう、自分の嫌いなことをやめようと前を向くことで、マイルドな寂しさを意識できなくなります。寂しさは、あったものがなくなったと今と過去を比較するから発生します。なので、これから何を取りに行こうかとワクワクする未来を考えることで、不足感や欠如感に集中できなくなる。つまり、寂しさを感じられなくなります。自分は一人ぼっちである。自分は孤独である。自分は誰ともつながっていないと考えることで、寂しさが発生します。自分の思考が寂しさを生み出しているのだから、思考を変えれば寂しさを乗り越えることができます。例えば、
家に一人でいて寂しさを感じるときは、いや、私は一人ではない。このマンションにはたくさんの人がいる。この壁の向こう側には人がいる、と考えることができます。大切な人を失ったときは、まずは徹底的に寂しさを感じ尽くします。寂しさを感じている自分を受け入れることで、だんだんとその感情は静まっていきます。3日でも、1ヶ月でも、1年でも、気が済むまで寂しさを感じ尽くすことで、いつかはその感情を乗り越えることができる時が来ます。そして、だんだんと寂しさが静まってきたら、今度はその失った大切な人が楽しく幸せに暮らしている姿を想像することができます。あの人は新しい場所で元気に暮らしている。私がいなくても毎日笑って暮らしていると想像することで安心することができます。宇宙の果てを想像して寂しくなった時は、今この瞬間の自分の体を触ることで落ち着くことができます。宇宙の果てを想像して寂しくなるのは、自分から一番遠いところに行っている、自分とのつながりを感じられなくなっているから怖くなっているということです。だからそのような時は、自分の腕や足を触って感じることで、果てしない宇宙の中で一人ぼっちというものすごい怖い想像から自分を引き離すことができます。ということで、寂しさにとらわれて振り回されそうになった時は、思考力と想像力をフルに使って自分を安心させてあげてほしいと思います。